クナエウス・ポンペイウス・トログスは、紀元前一世紀ローマの歴史家。ピリポス氏の著者。エピトメ・ヒストリアレム・トロギー・ポンペイ・トログスの祖先は、ガリアナル・ボネンシスのケルト人種族であるオーコンティ族に、遡る。彼の祖父にあたるトログス・ポンペイウスは、セルトリウス戦争で、クナエウス・ポンペイウスの下で戦って、ローマ市民権を得た。おじも、同じポンペイウスの下で、 父はガイウス・ユリウス・カイサルの下でローマ軍将校として活躍したという。トログスの著作としてピリッポス氏の他には動物についてがあり、後者は若干の断片がダイプリニウスの博物誌に収録されている。トログスの著書として最も知られているピリッポス氏は紀元前19年から2年の間に書かれたものと想定される。3世紀には ユニアヌスユスティヌスにより小6が作られ、その形で後世に残るが、ピリッポス氏自体は残っていない。トログスは、ウェッレウスパテルクルス、クルティウスルフス、ワレリウスマクシムスなどのラテン語の歴史書に引用され、アウグスティヌスやオロシウスなどに参照され、カッシオドルスやイシドールスの文中にも利用された形跡がある。この歴史書には、 政治史だけでなく自然史、民族史、知史が含まれており、人間の歴史は自然史の一部であるという態度が伺われる。それは、ヘロドトスやポセイドニオス、カエサルのガリア戦記やコルネリウスタキトスのゲルマニアなどの伝統に従ったものと考えられる。ローマだけでなく地中海をめぐる世界全体の歴史について、個々の歴史家が記述したことを時代順に、また、 事態のつながりをたどってまとめたところに、トログスの歴史の特徴がある。これはポリュビオスがその歴史の中で自覚的に採用し、ポセイドニオスを通じてトログスが引き継いだものであり、やがては普遍紙ウナバーセルジスカイツキバーングとして、BG ・ニーブールや JG ・ドロイゼン、AV ・グートシュミットなどのドイツシアに復権される視点である。サルスティウスの影響を受けて、 同時代のローマについては、悲観的な感想を持ち、ローマは古来の共和制の美質を失いつつあり、没落して次の帝国にとって変わられるのではないか、と考えていた。教会史家ヒエロニムスは、トログスの作品を推奨に値する、歴史書として挙げ、帝見の変遷、継承説は、ヒエロニムスの年代記によって、キリスト教徒に伝えられる。ありがとうございます。